はい、こんにちは。レトスのおのです。9月8日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。予想模試の値上げまであと2日となりました。試験まで約残り1ヶ月しかありません。非効率な勉強は時間がもったいないだけではなく、実力も上がりません。市販の模試では解説が薄いため、効率的な勉強は難しく、また実力を上げるのにも時間がかかります。合格するために効率的な勉強をしましょう。 弊社の予想模試であれば解説が細かく具体例も多いので理解しながら実力を上げることができます試験までの残り1ヶ月間を実力アップの期間にしていきましょう弊社の予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからぜひご確認くださいそれでは本日の3問に入っていきます A と B は C に対して1000万円の連帯債務を負っており各自の負担部分はそれぞれ500万円である A が800万円を弁済すれば 300万円を限度に B に対して求償できる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で答えは、えー、誤りですね。連帯債務者が弁済したとき、えー、他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて求償することができます。で今回の問題でいうと、A と B の負担割合は1対1。 でこれは基本的に決まっているというふうに思ってください。連帯債務の場合は負担の割合は1対1なんだってことですね。まあ、宅券レベルではそれで大丈夫です。ということなので、800万円のうち半分である400万円を限度に B に対して求償できます。今回の問題は300万円ってなってますね。300万。これが誤りってことですね。800万の半分である400万円、これを B に対して求償できます。このあたりは試験レベルの問題なので、ちゃんと理解しておきましょう。 で個別指導の受講師様には、まあ、この問題の解説だけじゃなくて、別途関連ポイントも合わせて解説させていただきます。まあ、そういった、ね、関連ポイントもしっかり頭に入れることが重要なので、わからない方は自分自身で調べながら関連ポイントも頭に入れていきましょう。で問いにですね、法人の役員のうちに、業務上過失致死傷等の罪により、3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、 当該法人は免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる、まるか罰かという問題です。これ、罰ですね。法人の役員や政令使用人が欠格要件に該当する刑罰。例えば、禁錮刑以上の刑だったりとか、暴力や宅建業法違反による罰金刑。こういったものに処さられた場合っていうのは、役員も欠格ですし、法人も欠格と。今回の問題は懲役刑を受けているので、 役員も法人も免許を受けることができないんですね。まあ、2人とも結核に当たります。で、そして執行猶予がついていた場合、どうなるかっていうと、執行猶予が満了すれば直ちに免許を受けることができますが、本文は執行猶予がついていれば直ちに免許を受けることができるとこう書いてありますので、ね、この部分が誤りですね。執行猶予期間の満了までは待たないといけないですよね。まあ、これ、基本問題なんですけども、ボンビスするような問題なんですよ。で、ここでボンビスするようだと、 合格できまませんのでで注意しましょうでは問い3です。盛土規制法によれば、宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地、もしくは市街地となろうとする土地の区域、または集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について、規制を行う必要があるものについて指定される、丸か×かという問題です。で答えは、 これは正しい記述です。これは宅地造成等工事規制区域がどういった場所で指定されるかという内容なんですけれども、宅地造成等工事規制区域っていうのは知事が指定するものだっていうことをまず頭に入れておきましょう。で、それを踏まえた上で、宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地、もしくは市街地となろうとする土地の区域、または集落の区域が 宅地造成等工事規制区域の対象となりますでこの宅地造成等の等なんですけどもこれは宅地造成と特定盛り土等と土石の堆積これら3つを指しますで先ほどもお伝えをしたとおり宅地造成等工事規制区域を指定するのは知事ですねで知事はこの宅地造成等工事規制区域を指定する際関係市町村長の意見を聞かなければなりません その点も合わせてて頭に入れておきましょう。そして予想模試の値上げまであと2日となりました過去問では40点以上取れるのに模試では20点台そんなお悩みありませんでしょうかもしあったらこちらの動画ぜひ参考にしてみてください資源までの残り1ヶ月諦めずに頑張っていきましょうレトスの小野でした